社民党に爆破襲撃予告。本日、社民党の吉田幹事長が記者会見にて、18日に党本部を吹き飛ばす、19日に以下のメンバーで襲撃させていただいて構いませんか、ツイッターの知り合いなどですがと書かれたメールがそれぞれ届いたと発表しました。吉田さんは、大変卑劣な行為で許されない。 断固たる措置を取ると表明し、警察に届け出る方針でございますが、まあ、こちらは犯罪行為に当たりますので、警察には捜査を行っていただき、速やかに犯人を逮捕していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。